はい、こんにちは。カルコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。生しらすってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。生しらす。っていうことでね、今さっき上がったばっかりの生しらすです。知り合いの船に直接買い付けに行ってまいりました。今年すごく愛知県、しらすたくさん取れてるよってことなんで、あ、それはもう動画にしようと思って買ってまいりました。お値段がこれだけで3000円ですね。お友達プライス。で、これで大体ね、まあ、2キロから3キロぐらいあるんじゃないかな。このしらす、意外と知られてないんですけど、何の稚魚かわかりますか？これは、イワシの稚魚なんですよ。大きくなると、この一匹一匹がイワシちゃんになります。こっちでは白目って言ってね、すごく食べられてる魚です。もう僕もちっちゃい頃、もうこれもたくさん食べてきました。最近食べてないなと思いまして、行ってまいりました。何で食べようと考えた時に。やっぱり一つ目に出てくるのが、生しらす丼。これは外せないですよね。で、しらす丼ときましたら、もちろんお吸い物が必要になってきますよね。なので、2品目、しらすのかき玉汁。これ作っていきます。ご飯、汁物ときましたら、箸休め。やっぱ欲しいですよね。3品目、じゃこおろし作っていきたいと思います。で、もう一品、生しらすを保存する方法。生しらすの置き漬け。これも作っていきたいなと思います。なので、こちらの4品作っていきたいと思います。そしたら、まず今日使う分だけ取り分けますね。よいしょ。一杯、二杯ぐらいで、こんだけあれば十分すぎるな。じゃあ最初は、じゃこおろしから作っていきましょう。じゃこおろし作る場合は、これを一度火に通して、釜揚げしらすを作ります。釜揚げしらすを作る時のポイント。その1、とにかく、お湯は沸騰させること。グラグラするぐらい沸騰させることですね。で、そこにお塩を入れます。まあ、お塩は適当ですね。まあ、だいたい海水よりちょっと薄いぐらい。パラパラっと入れていきます。このね、塩加減も難しいんですよ。はい、そしたら2つ目のポイント、しらすは少量ずつパラパラっと入れていくこと。いきます。少量ずつパラパラっと、あんまりたくさん入れすぎると一気にお湯がぬるくなっちゃうんで、綺麗に仕上がらなくなります。で、大体30秒から1分ぐらい茹でます。グラグラしてきたら網ですくいます。こんな感じですね。そしたらザルに開けます。そしたらちょっとこういう風に冷まします。うまっ。続きまして2品目、しらすのかき玉汁作っていきたいと思います。これね、美味しいんですよ。まず昆布を入れます。お水も一緒に入れちゃいます。で、火にかけて沸騰直前まで熱していきます。はい、沸騰直前で昆布を取り出します。で、ここに鰹節を加えていきます。こういうケースに入れとかないと、この子が狙うんですよ。ちょっとじゃあ、鰹節あげてみましょうか。お。ああ、いい匂いするね。ちゃちゃん、これだよ。はい、鰹節です。あ、美味しいね。ほら、大好きなんですよ、これ。チュールと鰹節が大好きだもんな、トラはな。そんなこんなで、いい感じに鰹節の出汁が出ましたので、これをこしていきます。濃いカツオと昆布の出汁が取れました。そうしましたら、お鍋に出汁を一回戻します。で、具材は今日はシンプルです。しらす、ネギ、卵2つ。卵はかき混ぜすぎず、このぐらいです。で、今日は万能ネギがちょっと残ってるんで、万能ネギ使いますけど、長ネギの方が正直いいですね。万能ネギをザクザクと、こんだけ入れます。で、残りこんだけは刻んでいきます。で、刻んだやつはしらす丼に使っていきます。よいしょ。一度出汁を沸騰させます。はい、出汁が沸騰しましたら、ここに冷水できれいに洗った生しらすを入れていきます。太い箸で軽くかき混ぜていきます。しらすが崩れないように優しくかき混ぜていきます。で、再度沸騰させます。何これ、変なの入ってる。観察しなあかん。これは一体何なんでしょう。口がこうちょっとタツノオトシゴみたいになってますね。幼獣魚かなんかですかね。面白いね、いろんな魚が入ってます。で、そこに溶き卵を加えます。かき混ぜます。で、そこにネギも加えます。かき混ぜます。で、一度火を止めて、で、そこに少し醤油を落とします。味を整えていきます。今日はこちら、しじみ醤油使いました。はい、これでお吸い物の完成。そしたら、釜揚げしらすが冷えましたので、大根おろしすっていきましょう。大根は頭の方が甘いので、こっちを使います。
じゃあ大根吸っていきます。はい、大根がすれましたらザルに移して水気を切っていきます。カラッカラじゃなくてちょっと水分が残る程度、手でつかめるぐらい、このぐらいですね。そこにじゃこを乗せます。で、今日はこれだけじゃなくて、夏らしくこれオクラも刻んで乗せていこうかなと思います。オクラは表面に毛がたくさんついてますんで、塩を振ってこういうふうに板ずりしていきます。そうすることによって表面のケバケバが取れます。そしたら軽く茹でていきます。で、軽く茹でたオクラを刻んでいきます。で、ここにみょうがも少し乗せていきます。ちょっと赤色があると綺麗なんでね。水にさらして、はい、これでじゃこおろし夏野菜風の完成。はい、じゃあ最後の料理、しらす丼を作っていきます。まずはしらすをこの冷水で綺麗に洗っていきます。必ず洗ってください。ほんとたまーにね、ゴミみたいなのが入ってますんで、それはこの段階で取り除いていきましょう。このように綺麗に洗えました。で、これ一度水を切っておきます。で、水を切ってる間に生姜をスリスリしておきます。やはり生しらすには生姜、これが合うんですよ。それもできればチューブではなく国産の生姜、軽く絞ります。みょうがも刻んでいきます。はい、水もある程度切れましたので、こちらをご飯の上に盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。ではでは、まずこちらの生しらす丼からいただきたいと思います。お醤油を垂らして、で、生姜を散りばめます。こんな感じね。そしたら卵を割ります。よいしょ、うまそう。そしたらこの卵、生姜、しらすと一緒にご飯を持ち上げていただきます。うまっ、これはすごい。しらすって古くなると苦味とか臭みがどんどん出てきちゃうんですけど、さっきまで海で泳いでたしらすなんで全然へたってないので、この卵黄のまろやかさと相まって最高ですね。うまっ。次はこちら、おすまし。出汁がいいよね。こんなにしらす入ってますからね。次はこちらのじゃこおろし。お醤油をかけていただきます。うまっ。これオクラ入れて正解ですね。もちろんこのじゃこと大根だけでも美味しいんですけど、このオクラが入ることによってシャキシャキとした食感もプラスされて美味しい。はい、ということで今日はこちらの取れたて生しらすの料理ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ゲロのやつ。今日はアルコール入りでございます。はい、こちら7対3ですね。いただきます。愛知県のしらすは世界一。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は取れたてのしらすを使って
ご飯を作ってみましたけども美味しかったです。皆さんもぜひ新鮮なシラスが手に入った際はやってみてはいかがでしょうか。で、沖漬け作るの忘れてましたね。沖漬けの作り方はさらっとやっておきますか。材料がシラスとお醤油、お酒で、みりん、これだけですね。お鍋にみりんで、日本酒で、火をつけてアルコールを飛ばします。アルコールが飛び切ったらそこにお醤油を入れます。これで漬け込みダレの完成ですね。で、これを、タッパーとかお椀に移しまして、で、そこによく洗ったシラスを入れていきます。で、混ぜて、で、ここにすりおろした生姜を少し入れれば完成。これ冷蔵庫で1日2日持ちますんでね。食べきれなかった分はこういう風にお気づけにしたりだとか、あと佃煮とかにしたりすると長く持ちますね。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。